いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします水原一平被告連邦地裁に出庭武将ひげなし白髪目立つ約50代のカメラに囲まれるロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の口座から違法スポーツ賭博の借金返済のため約1700万ドル 約26億5200万円を盗んで不正送金したとして銀行詐欺などの罪に問われた元通訳水原一平被告39歳が4日日本時間5日在場認否のためカリフォルニア州サンターナの連邦地裁に出廷した水原被告は紺のスーツに黒の革靴でひげを剃り落として出廷した髪の色は前回と大きく変わらず茶色がかった黒色だったがところどころ白髪が目立っていた 法廷内で水原被告はマイケル・フリードマン弁護士とひそひそ話で打ち合わせをする一幕もあった改定の際には右手を挙げて宣誓し裁判官からの確認事項にはイエス・サーと言及名前はと聞かれ一平水原年齢にはサーーティナインと答えたまた裁判官からの質問には終始イエス・ノーだけで答えていたそして有罪を認めた入廷の際には 米国ローカルテレビ局や日本のテレビ局など約20社が報道デジタルカメラも含めると約50台のカメラが水原被告を追った100人が収容可能の傍聴席は多数のメディアで埋まりほぼ満席となった前回5月14日同15日に刑事被告人として初出廷したが罪状認否では手続き上の理由から形式的に無罪を主張したが 裁量の大きい連邦判事に変更され仕切り直しとなった今回は銀行詐欺などの罪を認めた今回の有罪答弁を受けて判決を言い渡す期日が決まる判決の期日は数ヶ月後となる可能性が高い水原被告はすでに罪を認める司法取引に応じており連邦知見が刑の軽減を申し入れる刑期は最長で禁錮33年だが連邦知見は司法取引に基づき刑の軽減を申し入れる 日本時間4日に放送されたフジテレビ系「ライブニュースイット!」では水原被告の最近の様子が映し出され変装のためか黒縁眼鏡を着用し武将髭を生やした姿があった連邦地検によると水原被告は2021年11月頃から24年3月頃違法スポーツ賭博で抱えた借金返済のため大谷選手の口座から賭博の胴本側に不正に約1,659万ドル 約25億9500万円を送金した大谷選手の口座から得た金を課税所得として報告しなかったとする虚偽の納税申告の罪にも問われている同被告は4月12日身柄を拘束されて裁判所に初出廷大谷選手や同本との接触禁止などの条件を受け入れ同日保釈された大谷の銀行口座から金を盗んで不正送金したとする銀行詐欺と虚偽の納税申告という二つの罪に対する量刑は 最長で金庫33年となっている最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。